今宵の抜擢は北九州のチャチャタウン小倉で旧カットモデルオーディションやります。ここまで習字に負けっぱなしの小堀、今回こそは勝利できるのか、こうご期待。新スター発掘計画抜擢、さあ始まってしまいました。はい、抜擢でございます。はい、今日はどこですか。今日はどこですか。これは、はい、ここは北九州の小倉にあるチャチャタウンという。チャチャタウン、はい、今回の舞台となるチャチャタウン小倉は映画館や観覧車を備えた大型ショッピングモール、さまざまな施設や各種のイベントが充実しており、買い物以外でも一日中遊べる人気スポット。これは可愛い子も期待できそう。ここで今回するのは、はいはい、僕の嫌いな旧カットです。はい、やってきました。もう嫌いでしょ。僕嫌いですよ。なんでなんで、いつもやる気なさそうにしてますよね、旧カットの時は。本当に、はい、説明しよう。抜擢旧カットモデルオーディションとは、業界用語で旧カットと呼ばれる CM に行く前の5秒間に素敵な笑顔で抜擢と言ってくれる女の子を選ぶオーディションのことなのである。どの辺が嫌いなの。あれ、さっきの先ね、声かけて こちらの方がですね、声かけてくれましてですね、お店の方が何人かいてはったんですけど、はい、あれだよ。でもお二人もう説明はこれでしたから、もうしない。聞いて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 、待って待って、説明聞いて。あの画面に向かって抜擢って言ってもらえば。抜擢、何よ、なんで嫌そうに言うの。抜擢っていう番組やからしょうがない。おいくつですか。19歳。彼女は19やけど、嘘やろ。自分は、はい、それでは可愛く撮ってくださいね。どうぞ。抜擢名前は何て言うんですか。水木ちゃん人見知りですか。じゃあちょっとカメラに抱っこしてるとかいいですか。すいませんね。みーちゃんえ、言っていいんです。はい、せーの、抜擢。ダメ、無事。オッケーです。ものすごい肩に下向いてましたね。おいくつなんですか。3歳です。3歳ですか。まもなく3時30分より1階広場ステージにおきまして、ものすごい固くな子でしたね。モノマネショーを行います。続きまして、ゾマホン。港の倉庫で眠っている。なぜ殺したって嘘を。お前と本気の戦いがしたかったのさ。ありがとうよ、アンパンマン。ほうなさらば。ありがとうございました。バカなんて言ってますよ。似てるでしょ。やっぱプロとアマの違いですかね、これ。そうですね。どちらが旧カットモデルに選ばれるのか、今回は新鮮度ですね。はいはい、チャチャタウン運営室の大吉さんと石橋さんです。よろしくお願いします。さあ今回、はい、行きましたね。なるほど。僕はね、写真は6枚です。あら、頑張りましたね。僕9枚です。あ、じゃあ8枚です。8枚ですか。頑張りましたね。頑張りましたよ。相変わらずね、はい、おじさんとか撮ってるんでしょ。なんで撮ってるわけないやないか、お前。思いますか。じゃあ僕はまあ最初に、まあ、女の子お二人は、まあ、最初ですからね。おっさんやんか。撮ってるじゃないですか。おっさんというか、もうおじいちゃんじゃないですか。ものすごい酒臭かったな、これ。運営室というと、はい、じゃあこちらの店員さんはご存知っていうことになってしまうんですかね。従業員さんはですね、はい、全てアルバイトさんとかも含めまして800人以上いらっしゃるので、はい、なかなかちょっと、はい、そうですね、はい、なるほど。何名かは分かりますけれども。店員さんでございます。ご存知でしょうか。あ、はい、はい、分かります。はい、わかりました。さすがですね。さすが運営室ですね。子供って可愛いじゃないですか。あ、なるほど、なるほど。僕も好きなんですけど、この
初めてね、笑わない子供を撮りました写真で、ものすごい絶対カメラ目線にしない何回読んでも、何回読んでもカメラ目線にしないですね。ああそうですか、はい、やっぱでも子供って可愛いですよね。はい、やっぱりね、女の子供の方が僕好きなんですよ。まあ女の子ですよ。ああそうですか、好きなこと言わんとってくださいよ。水木ちゃんですよ。はーい、これはあのね、当の昔の子供やねそして、はい、まあ、ね、こちらも店員さんですね。あ、可愛い、カメラ可愛い、あややっぽいな、可愛いですね。とまあ、なるほど、僕はこの人。あー、これはあの、今日営業なさってた人じゃないですかチキン南蛮さんの舞台に僕上がったんですけども、うん、びっくりするぐらい滑ってしまいましたびっくりしましたけどね僕ね、あの声は聞こえてたんですよ、はいはい、うわ、相方なんかやっとるわ思って、はい、あのね、助けに行こうかなと思ったんですけどね、あかんあかんあかん、やけどすると思ってじゃあ僕は、はい、あのそのカメラ屋さんの彼女、はい、ですね、ごめんなさい、名前がですね寺田真希さん、うん、22歳、うん、ということで、カメラに僕が合図したらバッテキって言ってください。はい、どうぞバッテキ、おっきいと思います、すみません、お仕事中これ、ごめんなさい、ありがとうございました。じゃあ僕はこの彼女、この彼女はちょっと本当に可愛いんですよ。どうだったですか、お名前の方はですね、はい、チキン南蛮、なんでやチキン南蛮この人はチキン南蛮そうか、これはともせひとみさんかな、あ